吉田さん、思い出しますね。なんかパソコン買ってニヤニヤしてたあの時代。Chromebook 中古1万4000円か、そのぐらいだったと思いますけども、それを買ってスタートしたのが私のビジネスだったんですけども、まあ、まんまとね、稼いでくれましたよね。で、今ね、使ってるのがエイリアンのエリア51シリーズってやつで、もうちょっと高いんですよ。70万でプラスアルファなんで、だいたいモニターとかその他周辺機器合わせると100万ぐらいになったんですよ。で、このね、パソコン100万が負担だというような仕事をしてないんですよね。100万、相対的にタダみたいなパソコン買ったよみたいな、使い方だと思うんですよ。だからこれがね、まあ、例えば今、この Android のスマホがあるんですけども、これ全く使ってないんですよ。3年ぐらい。でも、毎月694円引き落とされてるんですよね。ドコモに。相対的にむちゃくちゃ高いんですよ、これ。694円ポッチなのに、これはもう完全にただ払いなんですよ。それに比べたら、日々売り上げを作るパソコンに100万かけて、しかももうパソコンも3年目ですからね。相対的に見たらただみたいなもんですよね。3年間で100万ってことは年間30万でしょ？年間30万ってことは1日に1000円ぐらいでしょ？1日に1000円払って1日に1000円以上儲けてくれるんだったら、こんなにね、割のいいことはないですよね。でもこれは1円も儲けてないんですよ。なんで契約してるんでしょうね。これは無駄損本だなと思いますよね。まあ、というような感じで、やっぱどこに視点を置いて見るかっていうことと、まあ、自分がお金を稼いでるものに対してお金が払えないっていう、このバランスはちょっと気まずいよねっていうことなんですよね。で、まあ、赤城とかね、吉田さんが麻雀の例出したんで、その麻雀の話すると、麻雀ってね、何が面白いというかね、興味深いかっていうと、自分の手牌を捨てていくのに合わせて相手の捨て牌が変わるんですよね。だから例えば、1打目に、まあ、3万切りましたとかするじゃないですか。その1打目に3万切ると、他の人が通常自牌を捨てるはずなのに捨てずにパーピン切ったりするんですよ。だから、ここで3万切らずに、じゃあ自牌を1枚シャーとか切っといたらどうかなっていうふうに、自分の手牌の、なんですか、反省をする人多いんですけども、それによって相手の打牌は変わるってことを考えないんですよね。だから、すごく思考パターンっていうのは複雑に絡み合って、麻雀を一層ね、奥深いものにしてるんですけども、まあ、そこまでたどり着くことなく、多分多くのプレイヤーっていうのは、麻雀から離れていくんですよね。で、確率の話もね、よく麻雀に出るんですけども、確率の彼女も行き着かないうちに、多分麻雀の経験ってのは終わっていくんですよ。で、そのぐらい確率を追い求めていこうとすると、人間の一生じゃ間に合わないぐらいの回数やんなくちゃいけなかったりするんですよね。で、これをまたビジネスに置き換えていくと、その再現性がなんでね、低いかっていうと、やっぱこう、試せるビジネスってそんなないんですよね。それこそ何回に1回うまくいくみたいなことを言い出して、確率みたいなことを言い出したら、確率を弾くまでには何十回とか何百回とかで足りないわけですよ。それこそ人間の一生じゃ足りないぐらい検証を繰り返しながら、その中で、一定の確率を拾っていくってことになるんで、とても人間の一生じゃ足りないんですよね。そもそも確率って運じゃないですか。 確率って科学のようであり、統計のようであり、運なんですよ。だって、10回に1回っていうのが来るか来ないかみたいなことを話すわけじゃないですか。まさに運ですよね。だから運じゃないっていうんだったら、何をやったら確実にこうなるってものが、公式のように分かってないといけないんですよね。でもやってみなくちゃ分かんない。最善を尽くしてですらやってみないと分かんないわけなんですよ。で、だからパソコンも高いのを買えばいいのか、じゃあ塾も高いところに入ればいいのか、それは分かんないですよね。その、いわゆる成功率とか再現性何パーセントとかいう確率が、まあ、出てきた瞬間にそれは運になっちゃうんですよ。確率ですからね。だから確率イコール運であるっていう概念は多くの人はなかなかね、理解されないんですけども、完全に運ですね、確率はね。確率じゃなくて、常に必ずこうなるみたいなものしか、やっぱこう信用できないとなると、まあ、勝負はすごくやりにくくなるんで、まあ、どっかまで行っても一定の確率で、まあ、結果が出るというふうに考えていくしかないのかなと。なんか結局あれでしょ、なんか似たようなタイトル、似たようなサムネイル、似たような動画出しても、同じような再生数とか同じようなコンバージョンとか取れないわけですからね。まあ、だからアフィリエイトサイトもたくさん作りましたけども、確率としては低かったですよね。なんか何百個作って1個当たるみたいな感じだったんで、その確率の、コンマ数パーセントに自分の、なんか売り上げとか
収入とかをかけるんですかって話じゃないですか。そうなると登山に確率がいいのは時給って考え方ですよね。1時間働いたらいくら、1ヶ月働いたらいくら、何個こなしたらいくらみたいなやつです。ここには確率が入ってこないんで、必ずやった通りになるということなんで、多くの方がここから離れられないんでしょう。でもやっぱりね、確率に身を投じてその確率を自ら高めていくっていうことをやればいいんではなかろうかと思ってしまうところに、なんかギャンブルにこうずるなんか道があるんじゃないかなと思いますね。まあギャンブルにこうずるっていうのはギャンブルに対抗するっていう意味ですよね。ギャンブルにこうずるじゃないですかね。ギャンブルを楽しむじゃないですか。似ている感じだけども意味が全然違いますね。それじゃあ確率統計でいってみましょう。